お帰りなさい、堂島会長。ああ、それでは斑目組長、例の件ご検討ください。なかなか信用できるお方のようだ。ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望をあなたは受け入れた。狭い車中、護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。郷にいらば郷に従え。福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。はい、それが五分の杯というものだと。なるほど、度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで東条会の近代門を背負うだけのことはありますな。杯の件、前向きに検討させていただきます。後日改めてお返事を。ええ、物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。ご無事で何よりです、会長。
先方がホテルでの会合をキャンセルしてきたときはどうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが、それに本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。あまりよその町に長居するのは危険です。会長、堂島会長、どちらに？せっかく福岡まで来たんだ、少しは一人で息抜きがして。安心しろ、すぐに戻る。付き添いは不要だ。おい、乗せてくれないか。この車に乗りたいと言ってるんだが。前の車からお願いします。そういう決まりなんで。いや、どうしてもこの車がいいんだ。確か客の希望があれば理由もなく乗車拒否することはできなかったはずだが。どちらまで？適当でいい。軽く流してくれ。いい街だ。この街に人が集まる理由が分かる気がする。この業界長いんですか？まだ半年です。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。ええ、残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが、実は私東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。まあいい。じゃあこれから話すことは客の独り言だと思って適当に聞き流してください。実は私東京でとある会社を経営してまして、従業員数3万人、国内最大規模の大企業ということになりますかね。ここ数年の景気の悪さ、一時倒産の危機もあったんですが、今で
堅調な経営ができています。経営が安定した最大の理由は関西にある同業他社と業務提携にあります。うちの会社とその関西の会社は長年ライバル関係にあり、過去には激しく争った歴史もありました。しかし時代は変わり、私たちの業界も商売をする上で大きな変革が求められるようになってしまった。このままでは時代に取り残されていってしまう。そんな危機感を持った我々は業務提携という形で和解し、共にこの厳しい世の中を渡っていこうとしていたわけです。だが実は今そのライバル会社との間に大きな問題を抱えていましてね。このままでは両者食うか食われるかの大構想に発展しかねない事態に。原因は先方の社長の病気にあります。余命1ヶ月弱、末期の肺がんだそうです。その社長さん大変理解のある方でしてね、私も強い信頼を持ってました。でも病気となれば代替わりはやむなし、当然次の社長が選ばれることになるわけですが、その候補というのがこちらにとって少々厄介な方々で、候補は3人。腕一本でのし上がった副社長に大阪の財界を仕切る専務、そして社長の秘蔵っ子の取締役。タイプは違えど皆さん社長になる実力を持った方々です。ただその3人に共通して言えるのはこちらの存在をよく思ってない、つまり好戦的な方だということです。そんな方たちが次の社長に就任したら、これまでの協定は破棄、東と西本州全土を巻き込んだ大喧嘩が始まってしまいます。だから私は福岡まで来たんです。関西以外の同業他社の方と手を結ぼうと思いましてね。いわゆる M&A 九州合併というやつです。万一の事態に備え少しでもうちの会社組織を大きくしておきたい。名古屋や札幌にも私の部下が行ってるんですが、どうでしょう、うまく話がまとまってるといいんですが。ここはまだ降りるとは言ってないはずだが。お代はいりません。これ以上目的地のないドライブにはお付き合いできません。歩いて帰れとでも言うつもりか。いい加減俺も自分の足で歩けるようにならないとダメだってことか。これでも俺なりに精一杯茨の道を歩いてるつもりなんですよ、四代目。かけ一丁
参ったばい。今日もガラガラよ。いつになったら景気ばようなるとかね。たまんきよったと思っとったらワンメーターとか。勘弁してほしかよ。はい、かけそばお待ち。コンテの番組よか見るね。ああ最近多かね。うち娘もよか見とよ。これあれやろ、プリンセスリーグとか言いよ。デビュー前女の子ば集めて競わせと番組でくさ。優勝ばしたらメジャーデビューできるらしかよ。へえ、バッテンあげな年でどうせ枕とかやらされとっちゃろ。アイドルとか言ったっちゃ裏じゃドロドロ汚か世界で性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね。俺が親やったら絶対自分の娘にこげんことさせんばってん。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ、自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とかそげんこと真剣に考えとらんとよ。どうも。売り上げです。ああ、鈴木さん、お疲れ様。おう、お疲れさん。中島社長、お疲れ様です。ちょっと話があるっちゃけど、こっちに来てくれんね。今日、列の途中じゃったのに、お客さんば乗せていったやろ。天神交通からクレームの来とばい。ああ、うちん会社特に保管会社から名場つけられとうとかあるけん、チコッと気場つけてね。ご迷惑をおかけして申し訳ない。自分の責任です。よかってよかって、俺が今から菓子折りでも買うて先方に詫び入れてくるけん。そんな、私が行きます。よかよ、これも社長の責任やけんね。いや、私が。そう？それやったらお願いしようかいな。天神交通の場所は分かると？祇園通りの西にあるけん。分かりました。そんじゃ頼んだけんね。済んだら電話ばちょうだい。